おじでーす。さあ、今回はね、羽田空港事故に関する話題になります。今回はね、ちょっともう一本検証動画したいと思います。516便のこのノーズの穴が、このエンジンのね、ここと、まあ、ぴたりと形状が一致するっていうことで、で、高さもね、これぴったり一致すると思うんだよね。で、まあ、ユーさんから、ノーズとエンジンは高さが違うから当たらない。ね。先に、尾翼、水平翼に当たるっていうからね。そこのところを避けて、ね、まあ、当たることもあるわけで。で、まあ、こんな意見も、ね。JAL 機は減速作動中、プラス前輪傾いた、ね。ノーズダイブ現象で先頭が短くなる、急ブレーキの車両も前のサスペンションが沈む、ね。で、まあ、右側のダメージ、ね、これぶつかって開いてないけども、こうやってね、減速してたわけだよね。こう綺麗なノーダメージの方はちゃんと止まろうとしていたわけなんで、ここにブレーキ、ね、思いっきりかけてるわけです。そこで、高さが合わないっていうね、この、まあ、物理的なサスペンションの現象を、まあ、考えないで、とりあえず、テーブルの上のね、スペック表の、カタログスペックの数字だけ見てると、とりあえず、まあ、わかんなくなることもあるけれども、とりあえずね、ちょっとこれ皆さんに分かりやすくですが、もうちょっとちっちゃくしないとね、これくらいでいいかな、うん、はい。それじゃあね、この物理的に考えるためには、この伸び縮みをしないところをまず用意します。ね。この伸び縮みしないところをまず用意して、そして、こうしてね、考えるときに、ここに解放器がね、こうしているわけで、で、ここのところにこう、エンジンがあるわけでね、この羽が、ここの上に、ここの上についているので、羽の位置はここなんです。で、エンジンのついている位置はここなんです。で、こうしてくると、わかるでしょうか。これ、羽の位置が、エンジンよりも低くなるんです。高さの位置が合わないどころか、低くなるんです。で、高さが合わないから、不可能だって思ってる人いるでしょ？いや、エンジンよりも、この頭部分は低いんです。うん、これがね、紛れもない、よいしょ、スペック上の事実なわけです。これがね、そうするとね、こうやって見たときに、この解放器が、こうやって止まってて、ここのところに羽が、あ、これわかんない人いるのかな？これだけ見てる人って、わかんない人が出てきそうだね。解放器ってどういう形をしてるのか知らない人が出てきそうだね。こうなってるんだよ。解放器って、この上の部分に羽がついていて、で、そこにこうやってついてるんだよ。部分的に。
これをね、理解していただければ、これを理解してくれれば、ね。だから本当ね、これを理解していただければもう、何も悩むことはない。まあ一応ね、ちょっと原寸、よいしょ。よいしょ。これでね、ちょっと、イメージが湧くように、よいしょ、高さがない、まあいいか。これで一応ね、上に置いとくのでイメージしてください。それでもうちょっと高さ合わせないとね。もう一人だね。こんなもん？もうちょい？こんなもんかな？ね。これを上に置いとくので、イメージしてください。これね。それで、この、車輪がない状態で、こうやってくると、ノーズの方が下に来るんです。で、ここに、ここに、車輪がない状態だと、こう、ちょっと待ってよ。これが優先が、上が来ないと。これがね、車輪がない状態だと、こうやってくる話なので、わかる？これ、機長のところに直撃するんだよね。これね。で、実際には、車輪があるので、浮くんです。だ、車輪がないと、これぐらいなんだけども、とにかくブレーキをかけて沈むってのもあるけど、370人乗っかって重たいものが、氷がズーンとしてグーってブレーキかかってるわけで、なのでこの車輪がない状態だとこの位置なので、この差が生じるんです。わかる？この差が生じるんです。それで、実際には、たくさん370人乗っかってても、ぺちゃんこになることはないので、多少浮くんです。で、ぐーってこう、ブレーキかけてぐーってこう、前のめりに沈んだとしても、まあ、車輪がこう、浮くことを考えると、ここまでは余裕でいけるんです。だ、理論的に言うと、車輪がない状態だと、ここまで行くんだね。で、車輪がないもの同士で行くと、これぐらいなんだよ。車輪がないもの同士。で、車輪の高さの差がね、あるじゃないか。ね。っていうのがあるので、でも、重たいでしょ、こっちね。で、ブレーキかけて沈んでいる。それを考慮すると、高さ的に合うんだよ。これ。で、おじいが言ってるのが、この車輪がね、
プラモデルの模型のようにサスペンションがなくて伸び縮みしないものであれば、その高さが合わない高さが合わないっていうのは分かるんだけど、実際にサスペンションで高さがものすごい変わるわけなんで、なので高さは変わるので、もうこの物理的なこの穴の形状からしてみると当たるんだよ。で昨日もね、ちょっと待ってよ、これを一回ちょっとこっち側に置いておいて、あ違う、よいしょ。でこれねで、これのやつがこういった場合にこれに当たるんじゃないかっていうけど、これ立体的に見ると、あこれ見えないじゃん今これね、これがここに当たるっていうのは、物理的に可能なんです。これそうでしょ、物理的に可能なんだよ、当たるっていうのは。でその前にこれが当たるんだっていうのは、これは上から見た場合のお話で、実際立体的に見るとこの部分って薄っぺらいものだしね、薄っぺらいものだし、でこっちはなんて、横から見るとこうなってるわけだし、よ前から見てもこうなってるので、当然避けるところはあるわけなんだよ。であと一個忘れちゃならないのは、この羽っていうのはすっごい柔軟性を持っていて、飛行機乗ったことある人だったら多分わかると思うけど、こんな揺れるぐらい柔軟性があるんだよ。これぐらいは揺れるよ、平気で。これぐらいは。おじい、いつも窓のとこばっかなんだけど、中型機なんで。ね。こんな揺れるもん、大丈夫っていうか、折れるんじゃないかっていうぐらい、こんなになるから、こう、穴で、先っぽがこうなってるんだけど、ね。こんななって揺れてるから、すごいビビるよ、最初ね。それぐらい柔軟性を持ってるんです。で、どれぐらい柔軟性があるかっていうと、あれと同じ、こうやってやるやつあるじゃん。こうやってやるやつ。知らない？こうやってやるやつ。こうやって、ビリーが入ったぐらいの、ちょっと前、もっと前ぐらい、こういうの。こうやってやるの。ね。あれぐらい、柔軟性があるんです。羽っていうのはね。なので、たとえね、こうやって来たとしても、ここのところ来たとしても、のれんをくぐるように、あらごめんなさいよって感じで、のれんをくぐる、あらごめんよって感じで、のれんをくぐるように行って、その時に、一瞬白いものが横切ったっていう証言と一致するんです。だ本当、のれんをくぐる。これね。ここら辺をね、ちょっと切り抜いて、で、くっつけて、で、重なりを一番上にして、で、これでいいかな。で、いくよ。あげめよー、よいしょっとね、ごめんなしてよー、ドーンって感じで。ね。で、ここの先頭、ここって低い位置にあるわけで、ここの位置が一番高いわけじゃん。だから、のれんをくぐって、あら、ごめんなしてよーって来たときに、ぐーって持ち上げられて、羽で、尾翼が、ボンって、上に、ボンつって。わかる？わかんない？で、
難しい。垂直尾翼はさ、ね、こうやってあるでしょ、こうやって真ん中でこうやってくっついてるんでしょ、こうやってね、あらごめんな捨てようってこういうのが来てするって、あらごめんな捨てようってぐーってボーンってね。だから本当ね、もう間違いなくね、この白いものが横切ったっていうのは、こののれをくぐって、あらごめんな捨てようって言った時に、ほら、機長も副機長ものれをくぐってるので、白いものが一瞬横切るんです。あらごめんな捨てようって。んで、この段階で、尾翼がパーンと取れて、燃料、ね。まあ、ここから燃料は出ないのか。で、ポーンして、刺さってね。で、この羽がベロンして、ね。コンビーフ缶のベロ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 ンの始まりで、ね。ベロンって。ね。なので、そのコンビーフのベロベロンを見たかったら、これね。いいよ。こんな感じかな。ね。こうやって来たのがね、ピュアーンって来てね、ベロベローンって感じで、ビョーンってね。で、あらごめんなさいよ。で、これね、ウエスタンラリアート、とどめのラリアートで、ここのところが割れてる。ほら、ぴったり合うじゃん。ここが割れてるでしょ？ね、あらよしって、ね、ババーン。で、だからこう、前に行かないんだね。あれごめんなしてよーってこう横をするようにして、で、この後輪が通るときに、ピザをガリ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 ってやるように、行って、ちょっと横向いたのかもしれない。微妙にね。で、ドワーッと行ったんだよ、きっと。また増えた！また増えた！また増えた！増殖した、また。どう？ね。だ、そういうことで、やっぱり高さ的にも合うんだよ。ね。一瞬白いものが横切ったのはね、この垂直尾翼のこの部分でね、あらごめんなしてよーってね、のれんくぐって、で、ドーンなんだね。バーン。ね。バーンなんでこれね。ベルベローンってめくって、ほんと、これがそのまんま、コンビーフのくるん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 っていうので、全部空洞になったんだよ。ね。そういうことだね。これで、丸く収まるでしょ？結局ね。どんなもんでしょう。もう、おじいはもう、これしかないと思うけどね。本当ね。で、これのね、高さから言うと、ここの高さから言うと、今車輪がない状態だから、当たるためには、これぐらいの高さになるわけなんだよ。これはね。そうすると、ね、ブレーキかけてもね、あら、ごめんなしてよーってね、こうやって来るのがちょっと高さが合うよ、ほら。ね、白いものがよく、あら、ごめんなしてよーって感じでね。ぐーって、ボワーって感じで。で、ペロリン、ペロ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 ンってコンビーフになって、で、ここでウエスタンラリアート、ね、ボワーンって。もうこれで決まりじゃないの？ね、ウッドボールだよ。ね。はい、いかがでしょうか？もうこれで具の根も出ないね。物理的に高さが違うんだ、高さが違うんだって言っても、実際はこんなに余裕がある。こんなに余裕がある。ね。車輪を閉じて引きずると、この高さだから、ね。370人も満杯。お正月でね、もう満席で思いっきり沈んで、
思いっきり沈んでる上に、ね、通常これぐらいあるかもしれないけども、こう、満席で沈んでる上にブレーキをかけてこれぐらいまでギューってドーンってね。ほんと話がもうぴったり合うじゃん。クーッつってね。だからこう、ちょっとこう浮いていたところからグーってこうブレーキかけたわけでしょ。だから一瞬横切る、ドワーンってね。もうこれで完璧じゃん。99.99%。ね、バッチリじゃん。穴の大きさもあるし、ね、はい、そんなわけで終わります。